日本東京都目黒区中目黒中目黒は東京都目黒区の地名である。中目の略称で親しまれている。歌川広重目黒区東部にある町。現行行政地名は中目黒1丁目から5丁目。郵便番号は153-0061。中目黒駅を中心とする一帯の繁章地名。駅周囲の住所は目黒区上目黒であり、一はその南東部に位置する。 目黒区、青葉台や東東山のそれぞれ一部も、抗義の中目黒に含まれる。東急東横線の東側を通る駒沢通りより、さらに東側の一帯である。一丁目から五丁目まで存在する。地区の中央を山手通り、目黒川が通っている。2021年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は2021年1月1日の工事地下によれば中目黒3の14の7の地点で95万8000円平方メートルとなっている。旧江原郡中目黒村から上目黒青葉台東山は旧上目黒村である。一帯は現在略して中目と呼ばれることもある。 中目黒駅中目黒駅を通る鉄道は、東急東横線及び地下鉄日比谷線である。東横線経由では渋谷及び横浜方面、日比谷線経由では六本木、霞が関、銀座方面へ直通する。また、山手通り、駒沢通りには、共に東急バスの路線が通っている。道路は山手通りと駒沢通りが交差する地点にある。また、 山手通りの地下には、首都高速中央環状線の品川線が通っているが、中目黒地域に出入り口はない。上目黒には、目黒区役所があり、目黒区の行政の中心地域となっている。また、中目黒駅周囲再開発が行われ、2002年には、上目黒2丁目地区に中目黒ゲートタウン、2009年には、上目黒1丁目地区に中目アルカスが完成した。 中目黒駅周辺には小規模な飲食店やパチンコ店などが多い。駅周辺のガード下は下町の風情がある飲み屋街だったが2008年に中目黒駅改良工事と高架橋の耐震補強工事が開始されたことに伴いすべて閉店した。一方、山手通り沿いには中層のマンションや雑居ビルが並ぶがそれらの建物には 人気飲食店や芸能事務所の入居なども見られる。山手通りから離れると、諏訪山と呼ばれる台地があり、住宅地となっている。その麓のもとの元は、水田で、後に、中小工場地帯となった地域には、中流サラリーマンや一人暮らしの OL が住むような、マンションが多い。また、もともと軍用地だった東山一帯は、感謝、団地が多い。賃貸住宅の家賃は、 区内の他地区に比べ若干高い。防衛庁移転計画に基づき航空六本木の日野木町駐屯地にあった防衛庁本庁舎が市ヶ谷駐屯地に移転する煽りを受け、統合幕僚学校及び陸海空間部学校は目黒基地へ移住。山手通りに沿って目黒川が流れている。川沿い、特に中目黒から池尻大橋駅にかけてには桜並木が整備されており、 桜の季節には多くの人で賑わう。近年、川沿いにはカフェファッション、雑貨などの店が増加している。店は比較的小規模ながら、オーナーや店長が若く野心的であり、個性的な店が多かったが、大館山からの回遊性のために、近年は大館山と似た傾向になりつつある。店舗となる物件の少なさゆえ、家賃が高騰し、徐々に 体力のある企業による出店が増えている。駅前では、蛇崩れ川が、目黒川とほぼ直角に合流する。蛇崩れ川は暗渠になっており、川は見えない。合流地点は、広場となっている。もともと、竹の子の一大産地だったヒモニア地区とともに、都市近郊農村で、大館山を流れていた三田用水や目黒川での、水車による、精米製粉業、染色業、その後、 三田用水を工業用水とする、昇園製造、ビール製造などを手始めに、中小工業地帯となった。その後、現東急電鉄による住宅地としてのブランド戦略が功を奏し、人気の高い住宅地として開発され現在に至る。大映画1964年に東京に初出店した際の3店舗のうちの一つが中目黒店で、 現在の駒沢通りと山手通りの交差点の北側に立地していた。ありがとうございます。